はいどうも、テラメスです。というわけで本日はね、ケルビン研究室というわけでやっていこうと思うんですけど、まあ、この企画はね、まあ、X パー2900ケルデコの僕がケルビンを研究していくという企画になっております。で、第1回青ケルビンの可能性、青ピクミンは火に強いというわけで、まあ、やっていこうと思います。で、早速ね、青ケルビンの話していこうと思うんですけど、青ケルビンってケルビンシリーズの中だったら一番、そのあまり強くないんですよね。あんまり言いたくないんですけど、っていうのがね、サブスペがトラップゼッパで両方とも微妙っていう、まあ、トラップは今ずもがなって感じだと思うんですけど、まあ、ジェットパックもね、今環境的に長射程が多いんで刺されにくいというか、どっちともね強いっていうわけではないんで、まあいいとこないんじゃねみたいな感じで、まあ、思ってるね方も多いと思うんですけど、まあ、僕も持ってるんですけど、まあ、この企画で OK、 まあ、このね爆発力はあると思ったんですよ。結構どうやったら強いかなと思って。まあ、ジェットバックが、まあ、他のケルビンってアーマーのやつとスフィアのやつがあるんですけど、スフィアアーマーって爆発力はね、特にないんで、まあ、トラップジェッパっていうね、コンボも一応できるんで、だったらもうめちゃくちゃ前線みたいな立ち回りをしたら強いんじゃないかというわけで、まあ、これはバレてない。OK、やって、で、ギア乗せておくんですけど、もうね、やばいギアしてます。本日はもうふわっとオッパーみたいな立ち回りしたら何が開けるんじゃないかというわけで、復帰をしたらトラップをもう置いて、もうひたすら突っ込むみたいな、そういう立ち回りをね、まあ、自分がやられてもトラップにエリア管理を任せて、まあ、実質2人、トラップが塗って、まあ、自分自身が詰めるっていう、まあ、それをしたら強いんじゃないかというわけで、まあ、今ね、パワーなんだかんだ2680ぐらいね、あるんで、ちょっと2700行きたいですわ、この動画で。ウェイ。なんか話してたら勝ったけど、味方ナイス。で、一応ね、この動画撮る前に4000ガチマッチ試運転で潜って、4連勝してたんで、これで5連勝目ですね。青ケルビン、強いかもしれない。まあ、この動画見終わった時にみんなが強いって思ってるかもしれない。もしかしたら俺も思って、メイン武器になってるかもしれないし、なってないかもしれない。それは誰にもわからない。はい、というわけでね、これ勝ったら2700いけると思うんで、頑張っていきたい。パワー2570と、まあ、プラス3でいけるんで、交換2人で。まあ、相手1人だけど、これは、勝ったらいけるかな。3以上は、もらえると思うんで。というか、さっきの、部屋と一緒だな、メンツが。時間を変えずに、潜ったんで。また白傘いるの、嫌だな。白傘、オッケー。結構苦手なんだよな、相手にいると。ケルビンって立ち打ちがめちゃくちゃ弱いんで、乱数がすごいというか、そう、乱数が悪いとトーピード壊せないんで、それがめちゃくちゃきついっていう。普通の傘よりも苦手だな。ワンチャンスパイガゼット。これ飛んで、これ耐性きつかったんでね、絶破も溜まるんで。これトラップで、でもメインの塗りをトラップでカバーしていく。ねえ、なんだいそれは。今のは、ちょっと、ミスったけど、ちょっと、事故ったな、完全に。飛んだ瞬間に爆弾置かれるのはね、ちょっときついっすね。いや、頑張った。頑張ったんですけど、これゾンビね、めちゃくちゃ積んでるんで、早い早い早い。こういうワンチャンかける動きをね、めちゃくちゃ、していきたい。まあ、最初に話したようにね、爆発力が、あるんで、その爆発力を生かすために、まあ、詰める立ち回りをしていきたいね。なんか2キルして、ジェットパック入って3連キルも取るみたいな。あー、それやれなかったの痛いな。ただこれ、ジェッパー、溜まるな。結構生存してたら溜まるんだよな。180ポイントなんでね、塗り弱いって言っても。これ、ジェッパーを打ちたいな。これ。せい!よけい!バブルが。やったやったやった。ジェッパー強い。この爆発力。これノックアウト、いけるんじゃないかな。こうトラップをね、しっかり置いて、これトラップにエリアを任せる。で、これ敵たか、あ、ナイス、味方やってくれた。あ、こっちはもう来ないのか。エリア。いや、トラップ神。おかおかおか。いや、トラップ、エリアマジで管理してくれたな。まあ、実質ね、僕は二人いるんで、トラップのティラミスと、ケルビンのティラミス。いや、ノックアウト気持ちいいね。これ2700も多分いったんじゃないかな。
というか、前に青ケルビン使った時、トラップ主軸で立ち回ってたんですけど、トラップ適当にエリアに置いて、メインでゴリゴリ行った方が強い説あるな。で、2700と。はい、それでは対戦よろしくお願いします。名刺のガチエリア、パー2530と、ダネ編成の方を見ていきましょう。あまり良くはないな。光栄がいないんで、大統編成すごいバランスがいいな。光栄とか中栄とかちゃんとしてる。で、ローラー、嫌だな。ローラーそこまで強い武器ではないと思うんですけど、相手にいたら嫌なんだよな。いや、誰も前に出てこないか。いや、初動ね、青ケルビン結構難しくて、まあ、結構今強気に行ったんですけど、トラップがね、初動に関しては、手前とかにしか置けないんで、敵に全く圧かけれなくて、で、塗りも弱いんでね、塗り合いしてても弱いんで、だから初動ワンチャンかける動きしか、ないんじゃねと思って、ね、さっき初動をめちゃくちゃ突っ込んだんですけど、はい、この試合が始まって30秒間初動の話をする男。初動ね、悩んでます、突っ込む。いやでも突っ込むのがね、個人的には、まあ、安定なんじゃないかなと思ってるんですけど。これエリアがな、ちょっと戻るか。これこのためのスパタン 0.2。スメーシーワールドは僕、スーパタン 0.2 をつけるって決めてるので、スメーシーに流れで、下に降りちゃって上戻るの大変みたいな場面が多いんでね、このステージのスパターン強いと思うんですよね。これゼッパー溜まるんで、ゼッパーで打開した。じゃあ、オッケー。相手アーマーめっちゃなんかついてる気がするな。一旦濡れるはず。それやれないかな。若葉タイロは立ってるけど、若葉帰る。エリアはトラップくんに任せて、まあエリアね、まあ見てくれてるんで僕の影分身が、その間に。あ、おがおが、完全にバレてなかった。わ、マジか。いや、すまん。いや、今のローラー振ると思わなかったな。ナイスナイス。異界堂で右スに行くと思っちゃった。まあケルビンね、弾速が遅いんで、ああいう時って読み打ちなんで、ちょ、エイムというよりか読みがね、ちょ、外れちゃった。おがおが。持ってったのでかい。エリア、こう、ただ溜まってんだよな、こっちのオーチラスが。イドのオーチラス。それスフィアだよね。飛んじゃおう、強気に。任せろ、やる、任せろ、かわす。オッケーオッケー、ゾンビだからできたこと。はい、アグネスちゃん。うわ、ガチか。いや、今のは頑張ったな。やばい、ローラーになんかめちゃくちゃ惜しいやられ方してて、悔しいな。気をつけろ。ローラーどこだ、これ。下いるのかな。さあ、やれんな、これ。わあ、ガチかー。それ、チャージ間に合うかー。一方的に、やれると思ったんですけど。ナイス、そこでかい。で、こっち、チャージャー相手落ちてるから、いけんじゃないかな。相手2落ちなんで、濡れると思うな。てか、アーマー2枚、快適やな。こっち、バランスは良くないけど、先生の。ラッキーラッキー。今、着地、狩ろうと思ったら、なんか敵が重なってくれた。待て、あと一発。いや、ボムでやれないか。いやー、これちょっとやめとくか。倒したらでかいけど、ここジェットパックが溜まるんで、だったら安定タク取って、これジェッパー打つだけでカウントリードまではいけるんで、今、賭けをする時間ではないね。で、これチャーに打っとけば、いけんじゃないかな。オッケー。いけるかな？ノックアウト。まあ、これ若葉抑えてるんで、若葉来るかな、これ。わー、マジか、そういう感じか。オッケーオッケー、しっかり倒して。あ、トラップがめっちゃつく。お、おい、危ねえ危ねえ。このためのスパダン。スパダン 0.2 最強。皆さんもね、つけましょう。いや、スパダン強いガチで、このゲーム。いや、チャーに圧をかける。これによって味方が塗りやすくなる。オッケー。あー、それやれねえか。ジェッパ強えな、この試合。とか、アーマーが、あるとめちゃくちゃ動きやすいな。ジェットバック。アーマー、すげえ。オッケーオッケーオッケー。これ戻って、これ一人やってるんで。で、俺が速攻戻ったことによって、これは人数よりが取れてるので、これは塗りたいところ。ナイス、ありがとう。にゃん。アーマーマジで、ありがたいな、これ。若葉ジャンプ最強か、これ。時代来てるわ。またチャーを抑えたいな。
さあ多分降りれないでしょ、この絶破によって。危ない危ない危ない、スライド最高。これ維持できるかな。いやそう、まあちょ、まあでも塗っててもね、いや無理だったと思うんで。ヘルビン塗り弱いんで、ああいう塗り合いになった時はダメなんだよな。で、これ絶破を貯めようか。これでいけるはず。俺人数有利なんで。OK。エリアじゃなくて今キル稼ぎ。ちょっと言っちゃったけど。いや、この試合個人的にゾンビがね、めちゃくちゃ強かった。チャージャーにね、超圧かけに行ってたと思うんですけど、ゾンビナイトやっぱり強引にチャージャーに挑むのってめちゃくちゃリスクある行為なんで、ゾンビが本当に強い。はい、それでは対戦よろしくお願いします。デボンのガチエリア、パーン1170と、ダネ編成の方を見ていきましょう。これ、アーマー3枚か。ただ、ここのね、ハイドラントはね、めちゃくちゃ強いですよね。デボンの上でドヤ顔するの。これ、こっちの方が編成有利な気がする。とか、相手の編成、えぐ。若葉シューター2人いるんだけど。ヘイ。危な。今は結構やられるかなと思ったけど。このまま詰めちゃいたいな。これ見られてっかな。待て。危ねえ。ジェットがしっかり見てきたの。うざいな。まあ、今のうざいっていうのは、褒め言葉ですね。ちょ、熱くなってね、相手に、うざいとかたまにね、言っちゃうことあるんですけど、まあ、ゲームのうざいイコールうまいなんで、あれたまに言っても、許してください。いや、若葉軍団が、えぐい。いや、若葉は、もう、太刀打ちで、いける。もう、スライドを、するまでもない。まあ、これはやられて、ちょ、までもないって、バカにしてるみたいな表現、話し方言っちゃったけど、まあ、若葉はスライドしなくても、勝てますね。太刀打ち、射程は長いんで。で、これ飛んで、やれないか。これね、相手結構前目に突っ張ってると、スライドから、あれやれるんですよね。対岸の上のやつ。これ、たけしが自陣入るけど、大丈夫か？オッケーオッケーオッケー。これ、登られると、だるいんで、このステージは。ここ結構やばいな。場所があまり。いや、ラッキーラッキーラッキー。トラップ最強。オッケー。これは濡れんじゃないかな。ジェットもやれるかな。この連キル性能のね、高さと。やれない。これ見られそう。待て、それ耐えちゃう系男子か。これ命が、やばい。一枚持ってきたいなぁ。いやぁ、アーマーやべぇ。若葉若葉、えぐいな、それは。これ一回打開されちゃうかな。ただこっち若葉シューター落としてくれてるんで。取られるか。まあまあいいでしょ、これは。OK。まあ結構キルは取れてるんで、これを続けてれば勝てそうな感じは、ある。まあ3連キルぐらいね、また入れれば。おら！OK、気持ちいい。やれないか。まあ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 。ナイス。こっちめっちゃキル勝ちできてるな。てか相手、多分ハイドランド絶対きついんだよな。ハイドラに対して相手圧かけれるのジェットぐらいなんで、まあジェットも打ち合いだったらハイドラに勝てないんで。オッケー。ここ編成が有利だ、これは。あ、ラッキーラッキー。いや、これ落ちるか。今の相手の若葉の乱数があまり良くなかったな。これ相手たまんないと思うからノックアウトいけるんじゃないかな。ただこっち誰も上取ってないから、上から塗り合いされたら、困る説はあるな。これ若葉塗り強いんで。そこはキルを狙いたい。ナイスナイス。なんかいけた。これエリアのトラップが塗ってくれさせてあるな。これ完全にエリア止まってるだろう。もう色が黄色なんだけど、中央。レモンエリア、トラップ左と右でなんかちょうどいい感じに置けるから、トラップ強い説あるな。はい、それだったらですね、よろしくお願いします。デボンのガチエリア、パーン1630と、結構高いな。買っていきたい。で、編成は、いや、モデラーローラー、ちょっと怖いな。めちゃくちゃ、短いんで。しかもデボンだからな。で、王冠4人だったんで、これ負けられないな。負けたら結構下がっちゃうと思うんで。相手若葉、黒って珍しいな。これ当たったら運負け。もう、ほほほ。いや、これは、もうしょうがない。ということにしましょう。
風呂、ヘルヴィン硬直長いから、普通になんか当たるときめっちゃ当たるんだよな。ナイス。味方キル入れてくれてんの、噛みすぎ。いやー、それ、乱数マジか。いや、ローラーそこ生きてくれてんのはありがたい。一旦、ナイスナイス。これ左側飛んで敵タカ荒らしたいな。こう、クーゲルを抑えたら多分勝てる。いや、デボーンクーゲル強いんだよな。弱体化されたと言っても、実は。ここはバリルとかよりも、いや、これ大事になっちゃうか。バリルとかよりも、ここはね、クーゲル強いと思ってて、ビーコンが強くて、ビーコンの効果に周りの敵見えるみたいなのあるんですけど、それが上に置いても下の敵が見えるんで、それが強いんですよね。あと、バレルよりも射程長いんで、そこが強い。いや、それそんなに強気に来るか、まあ、普通に自宅から炭酸投げるみたいな動きすると思ったな。これ飛んで、味方モデラーめっちゃ前出てきてくれてんな。これしっかりカバーして。これエリア、積んでんだよな、ずっと。この釘がだけやりたい。ナイス。これエリア乗りてえな。いやー、これやばいかもな。いや、そのカモンはわかる。塗りたいよな、これ一旦。オッケーオッケー。よし。これ頭塗ってくれるでしょ。オッケーオッケーオッケー。今ちょっと前をね、見なかった。ここ、維持できたらカウントめっちゃ進むんで。左から、増え、来るな。わあ、それうまいな。立ち回りというか綺麗だな。それ、降りて、速攻来ると思ったけど、そこを、丁寧に上のを見てくるのうまいわ。これ飛んじゃおう。まあ、多分、バレないでしょ。いやー、やれねえか。いやー、そっち行くか。まあ、これゾンビ発動なんで。いやー、この試合、勝ちたいなー。ちょっと、今、X パワー結構高いんでね。2710ぐらいなんで、ちょっと、2700を切りたくない。でも、絶破が、溜まるんで、絶破で、上落としたいなー、これ。ナイス、そこの塗り、神だ。絶破、絶破。上を。やれないし。いやー、これやばいなー。あぶね。いや、ちょっとだけ、ラグいか。これ一旦塗りたい。ナイス。でかいでかい。いや、フーゲル、マジで、あれを落とせば勝てるよな。さっき言ったように。あ。なんか、落ちてったけど。あ、これ絶対溜まるんで。オッケー、ここのヒルでかいな。これ上、取って上落としたい。オッケー、やったやったやった。いや、ここのヒル相当でかいな。雨が。ナイス、ありがとう。終わりかられそう。いやー、終わり。今の速攻降りればやられなかった説あるな。ま、マスター。ナイスナイス。えぐいローラーコロコロで無双してった。いや、そこ開けるガチででかい。これいけるぞ。あって、やばいか、これ。オッケーオッケー。ボムラ潰したのマジででかいな。ちょっと耐えてほしい。ナイス、ありがとう。これ、事前入ってるよ、これ。ノバが抜けてんだよな。とりあえず、若葉落とせばただ。いや、ノバこっち来るのが。でも、それはやれるんじゃない？オッケーオッケー。ノックアウトしたかったけど、結構きついかな、これ。え、ただ、モデラー、バリルって塗りに関しては結構強いから、モデラーパワーで。オッケー。オッケーオッケー。デボン・ケルヴィン強え。上結構届くのがこれ強えんだよな。やっぱこれ後半クーゲル結構落としたから勝てた感じあるね。やっぱ後衛落とすのが大事だ、このゲーム。まあ、っていう感じでね、本日は青ケルヴィン研究室やってったわけなんですけど、まあ、好評だったら、まあ、またやろうかな、他のケルヴィン解説みたいな感じで。まあ、青ケルヴィン現状ゾンビガン詰めすんのがめちゃくちゃ、あれ強いっすわ。まあ、ではね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。高評価とチャンネル登録よろしく。